ジャンク TV プレイボール。はい、皆さんこんにちは。ジャンクベースボールクラブ、またジャンク TV として、実はシリーズもので、やってまして、命の大切さ、AED とかね、そういうことをやってます。今日の動画はですね、実はまた あまり知られてないんだけど、実は起きる可能性も全くないわけではない、しかもスポーツって結構ボール競技が多いじゃん。でボール競技、それから子供とかねにたまに起きる重要なものがあるので、ちょっとその話をしていきたいと思ってますが、脳震盪ってね、よく聞くと思うんですよ。脳震盪はね、頭思いっきりぶつけてこうグラッとかねあると思うんですけど、実はですね、心臓震盪という病気になる、そうですかね、病気になるのか、突発性の怪我かもしれない、怪我になるのかな、それって聞いたことありますかね。あまりないとは思うんですけど、ちょっと心臓震盪の話をしていきたいと思ってます。っていうのも、僕もずっと、俺ずっと野球部で、例えば高校時代、例えばじゃない、高校時代に俺サードやってたんですけど、速い打球来るわけですよ、ホットコーナーね、はい、で「さあ来い」っつって、はい、で「わあ」っつって「おはえ」って言った時に、反らさないでこう体張って「おれや」みたいな、でこう前に落ちました、それを取ってすぐパッつって「ナイスサードナイスボディ」っていう時代だったのよ。で、もうナイスボディがもう心地よかったけど、それが危ないんだよね。そうですね、指導者の方も結構必見ですよね。そうですね、まあ取れないんだったら体に出て取れたら、もう普通ですよ、普通です。でもうあーしみたいな、そうですね、僕がまあそのぐらいの時もそうでした。そうでしょ、はい、これちょっと危ないということを、まあ、そうですね、特に今言ってた高校生とか、まあ中学生高校生ぐらいのまあちょっとこの肋骨とか軟骨っていうのが、まあ柔らかいか硬いかっていうその絶妙な時期、まあ硬すぎて大人になってもなかなかならなくったり、まあ子供でちっちゃすぎてもならないんですけど、そのまあ小学生からまあ高校生大学生ぐらいまでのまあ成長期に、まあよくあるわけじゃないんですけど、この何らかの衝撃が心臓に当たることによって、さっき言ってた脳震盪と一緒の、今度は心臓が震えるような心臓震盪っていうのがあります。で心臓震盪を、まあ例えば胸殴ったりとか、まあ一番多いのが野球のやっぱボールで、でまあ何ていうんですかね、ダイレクトに当たるっていうよりかはワンバウンドするようなボール。だってサッカーとかでもじゃあるってことでしょ。サッカーはゴールキーパーとか、ね、ゴールキーパーとかバーね、バレーだとかな、ハンドボールとか、ね、いっぱいあるじゃん。そうなんですよ、で結構やっぱあるんですけど、まあ何ていうんですかね、この心臓震盪がやっぱ3つのポイントがあって発生するっていうか、3つね、うん、でまあさっきも言ったちょっと体が柔らかいっていうのも一つのポイントになっちゃうんですけど、骨が柔らかいって成長期っていうのも、まあ、あるんですけど、まず当たる場所、もちろん心臓の上じゃないと、さっきこの辺、そうちょっとまた模型出しますね、模型、まあ心臓があるとして、心臓の真上、ここに、ね、この前胸部って言われるところに、まあ野球ボールだけじゃなくてドッジボールとか、まあ、いろんなボールとか衝撃、例えばパンチとかもそうだと思うんですけど、そういったのが加わることによって発生しやすい。殴っちゃダメだけど、胸もダメ、胸が特にダメ、胸は特にダメってことです、ね、だからまあボール取れねえんだったら胸で落とせみたいな人はまあちょっとやめてもらいたい。いや結構落としてたよ昔の時代なのよ。でちょっとさっきも言ったんですけど、強さ、ものすごいこうライナーの球をボーンって当たってもならないかもしれないですし、コロコロコロっていうのが当たってもやっぱちょっと当たったかなぐらいなんですけど、さっきも言ったワンバウンドぐらい、こう打った球がワンバウンドして初速を上げてボーンってぶつかるぐらいのちょっと強さ、この強さもまたポイントあって、まあどの強さがその人にっていうのは難しくて言えないんですけど、まああまり強すぎたり弱すぎない、強すぎず弱すぎずの絶妙な強さ、絶妙ですね、はい、本当に。であと最後がタイミング、この3つが揃うとなるんですけど、まあ心臓ってここにギュッ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 動いてると思うんですけど、まあこう収縮したりして縮んで伸びようかなって思ってる時、まあ1秒の中のもっと低い
確率なんですけど、まあその時に当たるとなってしまうってことで、この3つが揃ってしまったら、そうですね、まあ成長期でもうの時にたまたまいい場所に当たりそうでワンバウンドしたのが、その心臓の収縮して上がる1秒もにも満たないタイミングで当たった時になるのが、まあ心臓振動で、まあ日本でも例もありますし、でアメリカなんかだと結構多いかな。なのでやっぱここはちょっと若いうちというか成長期のうちは守った方がいいかな。いや、そうなんですよ。で、ジャンクベースボールクラブジュニア指導行ってます、行ってるって前の動画でも出したんだけど言ってないですか、体止めろ。いやいやいや、もう全然言えないねそれ今の時代は。そうですね、実はねこれこういうね、心臓パッド、うん、というものが、まあ、スポーツメーカーとかから結構出てて、これちょっと子供用になるんですけど、ちゃんとこうつけるよ、うん、大人用も実はちゃんとあって、うん、っていうもので、ちゃんと予防をするっていうのも大事かなというふうに思います。結構ね、いい厚さなんですここね、うん、触ったことある？いや、ないです、初めてです。結構でしょ、しかもこれだけ軽かったらあれですね、そう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 、キャッチャーの人の意識したんですけど、これだったら全然走ったり、軽いし結構厚いんですこれね、うん、こういうものも売ってますんで、ぜひちょっとこのね心臓振動はね、まあ、やっぱり防げるじゃん、防げます、防げることもあるから、まあ少しでもね、これも一人でも多くの人に、まあ、知っててもらいたいという気持ちがあって、しかもこれが効くんだよね、めちゃくちゃ効く、めちゃくちゃ、あの心臓振動には AED がもう本当にすぐやれば、もうとにかく戻る、はい、かなり効き目はいいと思います。戻るんで、やっぱりその例えばスポーツをしている場所の近くに AED があるかとか、まあその辺の意識を働かせるっていうのがね、そうですね、一人の命、まあただ聞くからって言って止めさせるのは、まあね、まあね、なと思います。そうだね、これ指導者も本当大事な情報だと、はい、まあ僕も思いますんで、ぜひこういうのはいいですよね。いやもうね、服の下に着てても分かんないし、そうちょっと動きづらいのはあるかもしれないけど、うん、そこまでね、そうですね、軽いしね、うん、っていうものも覚えててほしいなと思ってます。はい、じゃあ今日はちょっと心臓振動という怪我、はい、について話していかさせてもらいましたんで、じゃあこれで終わろうかな。そうですね、またちょっと続きを、またなんつうの、この命の大切さに関しては発信していきたいっていうふうに思ってますので、ちょっとなんか質問があればどんどんご協力、うん、質問のある方とかも、あの、はい、先輩君の方に、どうやってダイレクトメッセージな、なんかあるんですか？ないですか？いや、ちょっとごめん、初心者で分かんないんだけど、ぜひぜひ、はい、はい、その辺分かんないことあれば聞いてもらえればというふうに思ってますんで、はい、じゃあとりあえずこのジャンクベースボールスタジオからの緊急現場シリーズはこれで終わって、ちょっとまた続きなんか、そうですね、はい、いろいろ、まあ AD だけじゃなくてもいろいろあると思う。そうだね、はい、うん、その辺発信していきましょう。はい、はい、じゃあこれにてとりあえず終わりにしたいと思います、はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。こんにちは、ジャンクベースボールクラブです。ジャンクベースボールクラブでは野球以外にも様々な活動をいろいろしていますので、選手のみならずマネージャー、その他スタッフで参加してくれる人を募集しています。こちらまで連絡してください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。オッケー。